ラコンティーズ。こんにちは、ラコンティーズの秀金です。今回は私の大好きな推理小説の紹介をしたいと思います。私は密室殺人事件が大好きで、ああでもないこうでもないと考えるのが大好きです。数ある小説の中で、その当時最後に予想もつかなかったどんでん返しで衝撃を受けた作品を紹介したいと思います。推理作家綾辻ゆきとのデビュー作品である長編推理小説です。1987年に出版され、館シリーズの第1作となる10巻間の殺人です。館シリーズはその後、水車間の殺人、迷路間の殺人など9つの、館シリーズを出しています。今回はコミックリメイクにもなった10巻間の殺人を紹介したいと思います。あらすじです。半年前、凄惨な四重殺人の起きた九州の孤島に大学ミステリー研究会の7人が訪れます。島に立つ、奇妙な建物10角館で彼らを待ち受けていた恐るべき連続殺人事件の罠。生き残るのは誰か、犯人は誰なのか、死者からの脅迫状は何を意味するのか、アガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」のような王道ミステリーです。そしてよくある話で、孤島にはある一定の期間越しにしか他の人が迎えに行けない設定になっています。そのため、その孤島自体が巨大な密室の状態なのです。この小説に出てくるミステリー研究会のメンバーは、それぞれ有名な推理作家にちなんだニックネームで呼ばれています。ポー、カー、エラリー、バン、アガサ、オルツィ、ルルー。まあ、興味のある方は調べてください。また、この館シリーズで重要な人物、シャーロック・ホームズやワトソン的な、役割の島田清、川南隆明が出てきます。ちなみにコミックの方は川南明に変更され、性別も女性になっていました。この2人は、孤島に行かず本土で推理していきます。またこの館シリーズは〇〇館と、名前にちなんだ形の家が出てきます。今回の10巻館は家が10巻館の形になっています。水車館では、水車が出てきます。皆さん少しは興味を持たれたでしょうか。ちなみにこの館シリーズ、毎回予想を覆す結果になりますので、一度読んでも、絶対に損はない珠玉のミステリーです。もっとこの本の紹介をしたいのですが、ネタバレになりますのでここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。